はい、皆さんこんにちは。覆面 YouTuber タカです。この動画は YouTube でお金を稼いでいきたい方にお届けしているんですけれども、久保さん、今回もよろしくお願いします。前回29話ですね。29話で、久保さんのお話が出てきたところがあるのが、その価値ある動画を届ければ稼げると、まあ、自分が言ったところをね、もう一度言っていただいたかなとは思うんですけれども、どんな動画に価値があるんですかと、どんな動画に価値があるんですかみたいな、いう話していただいたのかなと。で、これに関しては、まあ、人の悩みの問題解決をする動画が、まあ、その動画を作りましょうと。まあ、この速稼塾思考の中では、まあ、4つの悩みのカテゴリーで動画を作りましょうみたいな話をしてくれたかなと。で、これはその気になる男シリーズの第5話でしたかね。第5話のコンテンツの作り方っていう時にも同じお話をしていただいたんですけども、この4つのクワドラントですね。4つのクワドラント、お金、仕事、健康、恋愛、これに対して問題を解決していきましょうと。まあ、お金の悩みを問題解決する、これは今自分がやってるやつですよね。本当にお金の悩みは尽きないので、それに対して問題解決をする動画を作っていくみたいなところ、そして仕事の悩みの問題解決、健康の悩みの問題解決、そして恋愛関係ですね。まあ、この4つのいずれかを発信すると、もう価値のある動画を視聴者さんに届けられるんじゃないかなっていうことを言っていただいたんですけども、そして今回の話ですね。今回のメインの話。まあ、自分の中では とてもメインの話に感じたんですけど、この池早さんの話ですね。この池早大学のスライド動画ですよね。こんなやつですけど、これ自分ほとんど知らなかったとか、多分見たことはあったんでしょうね。きっとあったんでしょうけど、実際はこのスライド動画じゃない時の動画はよく動画を見てたんですけど、この頃って知らなかったんですよね。多分これっていうのが、池田さんが2018年に YouTuber デビューをしていて、まあ、その時どういう触れ込みでネットニュース書いてあるのかなって見たら、この既存の YouTuber の形式ではなくて、まあ、スライド動画、スライドを見せていく紙芝居風な独特なスタイルでやっているっていうところだったんですよね。まあ、こんな感じですよね。で、これが久保さんが見てた時、チャンネル登録者3000人だったのが、まあ、1年間で、まあ、10万人になっていったよと。つまりこれは編集頑張って凝ったり、BGM 入れたり、効果音入れたり、いろんなことをしなくても、その価値がある情報をしっかり出していけば人が集まっていくっていうところ、まあ、ここはすごい学びになったよっていう話もしていただいたかなと。そしてその後、池早さんは顔出しをしたんですけど、まあ、この顔出しした理由っていうのも、結局収益が下がった問題に対して、その仮説推論を立てて導き出した答えで顔出しをした。ということで、別に顔を出したくて出したわけじゃなくて、そういう事情があったと。まあ、つまり自分で考えて自分で行動したんだよというところなんですけど、まあ、これも情報発信すればするほど自分を分析することになって、まあ深く考えることになるっていうところもお話ししてくれたかなと思ってて、本当これ自分も今、久保さんとやりとりしてて感じることが、本当に情報発信するって自分を深く知ることに
なるのかなとは思っていて、そしてこのお金を稼ぐために、まあ皆さんお金を稼ぐっていうことでやっていると思うんですけど、このお金を稼ぐたいなら、お金を稼ぎたいなら、もう成功している人をまず真似ましょうと。まあそこは大事なんですけど、で、真似してるだけじゃダメで、さらにその真似し続けることで理解を深めていくと。自分のデータを作っていきましょうっていう話してましたよね。この積み重ねることによって、動画の本数100本、1000本、2000本、3000本って重ねることによって自分のデータを作っていく。まあ、そういうことをやると、この進化し続けることができると思うんですよね。自分のデータを日々チェックしてるんで、ここがこうなのか、ああなのかって言って、それがこの稼ぎ続けれる結果につながるんじゃないかなと。まあ、そして久保さんが月収1億円を超えたお話もしてくれましたよね。15分間ずっと通帳記入をし続けたみたいな、動画を撮ったよみたいな話もしてくれたんですけど、結局それっていうのは、その進化し続けた期待感の表れだったんじゃないかなっていうお話もしてくれました。つまり動画をお金を払ってまで、動画に対してお金を払ってまで見たいっていう欲求がファンの方から高まったことによって、まあ、そういう事態が起きた。まあ、これ結局よく考えると、その自分を高めることがこれ稼ぐ秘訣になるんじゃないかなと思ったんですよね。今僕がその久保さんとこうやってやり取りして、こう学んだことっていうのことを、まあ、アウトプットしながらさせて、そして自分の考えを付け加えながら、まあ、やってるんですけども、これ実際この気になる男シリーズっていうのは、第一段階の変化を一回経たんですよね。まあ、それっていうのは、その音声だけの動画だったのが、スライド動画に変わっていったと。これは僕にとってもすごい画期的な変化であり、進化だったところがあるんですけど、さらに今回第2段階の変化を今回言いしました。これは本当に見てる人に本当ごくわずかな変化かもしれないんですけど、まあ、そのスライドの情報量を減らしていくと、なるべくスライドの情報量を減らしていこうと。まあ、それは何でかっていうと、結局その普通の人に優しくっていうところが根幹にあるのかなと。どういうことかというと、実際このすごい人っていうのは、こういう動画必要ないわけじゃないですか。自分で稼ごうと思えば稼げると思うし、本当にどん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 やっていけると思うんですけど、その自分、まあ、自分がその普通の、所詮普通の人っていうことを考えると、やっぱこの普通の自分を底上げしたいっていう気持ちが高まっていったんですね。で、その底上げするためには、まずはこの成功している人がやってることを真似ていかなきゃいけないなということで、この生き早さんのスライド動画ですよね。生き早さんのスライド動画、もうほとんど見たことなかったし、今回久保さんから情報を提供してもらってというか、紹介してもらって調べていったら、あ、なるほどなと、これみんなやってるんだなっていうところになったし、結局自分が行き着いた答えは、池原さんがもうすでにやっていたというところで、じゃあもうね、あとはそこに寄せていくだけかなと思って、表現を簡潔にして伝えていくだったり、画面に余分な情報をできるだけ減らしていこうと、そういう形でやっていくというのが、やっぱり王道なルートかなと思いますんでね。そして、視聴者さんにね、瞬時に情報を読み取れるように、これが大事なのかな、これが人気が出た理由なのかもしれないなと、まあ、そういうところも自分が考えて、まあレベルアップして日々進んでいきたいなと思いましたね、本当に。これをやることによって、やっぱり何かしら変わってくると思うし、このリレーが生きてくると思うんですよね。自分が変わることによって。そしてチャンネル登録者数っていうのが、ね、自分のところも少しずつ増えていくっていうのが、やっぱり期待の表れなんじゃないかなと考えましてね、こうやって少しずつ変化していこうかと思います。はい、ということで、ここまでの放送は覆面 YouTuber たかがお送りしました。あ、ここまでありがとうございました。そして久保さん、次回もよろしくお願いします。はい、どうも失礼いたします。